内輪ゴケは、シダ植物門、コケシノブかオホラゴケ族に属する、シダ植物の一つ。内輪状の単葉が特徴である。日本本土のこの類では最も普通なものの一つで、ある。茎は細い針金状で長く、横に生い、黒っぽい褐色の毛が一面に生える。葉はやや間を置いてつく。葉は、短い傭兵があって、長さ1センチメートル程度まで、全体に、 内輪型の単葉である。葉身の基部は心形から幅広いくさび型まで変化がある。葉先側の円には不規則な裂け目があって、手のひら状。この形は葉脈がむしろうじょう吹くようそれに近いので、そこから主軸が短くなったことによると見られる。葉縁の裂けが大きいものではややうじょ吹くように近い形になる。葉身は葉兵に対して大きく角度をとって反り、 上から見ると葉芯がほぼ円形に広がり、横から見ると細い柄のついた浅い逆のような形となる。野外では密生して生えるため、葉だけが密集して並んでいるように見える。放脂農群、ラッパ状の包み膜が見える。放脂農群は葉の縁の葉脈の端につき、包み膜は釣り金型、上向きに曲がってその先がラッパのように広がる。その中央から、 放子のお床が細長く突き出す。日本ではあまり見られないが、無性味を形成することがある。森林内に生える。着生植物で岩の上や樹皮状に生え、密なマットを作ることが多い。多くの場合に苔植物と混じって生え、背丈はほぼ同等である。日本のほぼ全土に分布し、北海道、東北以南ではごく普通に見られる。国外では、 熱帯域を中心にアフリカからポリネシアまでという非常に広い分布域を持つ。地域による様々な型があり、少なくとも遺伝的に異なる産群が存在することが知られている。他の同族のものはすべてよりシダらしい葉の形をしている。葉が丸くなるものにゼニゴケシダがあるが見かけは全く異なる。そういう意味で似たものは他にない。 特に利用されず、観賞用に栽培されることも基本的にないとされる。こけしの部類としても小さく、葉の形が基盤面から突き出さないものであることもあり、一般の人々は目にも触れていない可能性がある。ありがとうございます。